あなたは第四世代旧型の強化人間。あなたには私の更新が届いているのですね。私はルビコミアンのエア。目覚めてください。あなたの自己意識がコーラルの流れに散逸する。その前に、あなたが巻き込まれたコーラルの逆流、あれは予兆に過ぎません。ルビコンを焼き払うこの炎と嵐の。これはある友人から提供された観測映像だ。ミロン621、逆流から引き起こされたコーラルの局所爆発。その拡散には一定の指向性がある。向かう先はアーレア海を越え対岸に位置する中央表現。コーラルには鳥や魚の群知能にも似た集まろうとする特性がある。わかるか？中央表現のどこかに大量のコーラルが眠っているということだ。頭の中で妙な声が聞こえるということだったな。その手の症状は旧世代型強化人間にはよくあることだ。先の逆流に巻き込まれた影響もあるだろう。気にするな。レイブン、今回のコーラル局所爆発によりベリウス地方北西ベイエリアが消失しています。ですがそれすらもかつてのアイビスの人は比較にならないほど小規模なものです。レイブン、あなたにお願いがあります。集積コーラルに到達するまであなたとの交信を続けさせてほしいのです。コーラルをめぐるこの戦いがどこに向かうのか、私は見届けなければならない。一人のルビコニアンとして。621、俺はこれからしばらく野暮用で外す。中央表現に向かう件については企業に情報を売ってパトロンがついてからだ。戻るまでの指示を出す。しばらく休め。今はそれがお前の仕事だ。レイブン、あなたのハンドラーはしばらく不在なのですね。先ほどの中央表現の件ですが、ベイラムからは早速依頼が届いているようです。確認してみてはいかがでしょう。ウォルターが同社に持ちかけた中央表現におけるコーラル集積情報、その確証を得るためあなたに先行調査を依頼したいとのことです。広大なアーレア海を越える手段ですが、グリッド086の上層区画に備え付けられた大陸間輸送用カーゴランチャー、これを使い中央表現へと向かうことを提案します。グリッド086はドーザーと呼ばれるコーラルを構成新薬として扱うならず者の巣窟です。中でもラッドを名乗る一派は非常に好戦的な武器商人でもあり、道中は危険を伴うでしょう。私があなたをサポートします、レイブン。グリッドへの侵入方法はお任せください。システム解析や改ざんには多少の心得があります。これよりグリッド086に侵入します。システムにバックドアを作成。垂直カタパルト、ロック解除、スチームシリンダー接続。
射出します。さあレイド、仕事を始めましょう。メインシステム戦闘モード起動。マーカー情報を送信しました。上層につながるリフトに移しAC を撃破。ビジター、好き放題やってくれているようだね。私らラッドは来る者は拒まないのがモットーだ。せいぜい歓迎しようじゃないか。なるほど、せっかくです。招待に応じましょうか。レイ、待ってたよビジター。約束通り歓迎しよう。へえ、やるじゃないか。どいつもこいつも不甲斐ないね。あんた一人を雇った方が安くつくんじゃないかと思えてきたよ。次はどういう魂胆でしょうか。進んでみましょう、レイ。ビジター、あんたは向こう水だね。嫌いじゃないよ。でもさよならだ。私たちは不幸な出会いだった。あんたとは仲良くした方が賢明みたいだね。上層に行くんだろう。案内しようじゃないか。この灰かぶりのカーラだね。ビジター、私だよ、カーラだ。ちょいと工夫してあんたの連絡先を突き止めさせてもらった。あん
たに一つ依頼がある。確認しておきな。レイブン、敵対した相手からメッセージとは異例です。オールマイガの管理する登録情報に不正アクセスしたのでしょうか。ビジター、その説は世話になったね。あんたを上層に案内する約束だが、その前に一つ掃除を頼みたい。誰かさんが暴れてくれたおかげでうちの警備はボロボロだ。そこをついてくる商売敵のドーザーがいるのさ。ジャンカー・コヨーテス、連中は私らを目の敵にしていてね。いつも嗅ぎ回り、隙あらば噛みついてきやがる。侵入して荒らすだけならまだ許せるが、奴らはうちの開発データを抜き取ろうとしてる。設置されたハッキングドローンを全て潰さないと、ナッタの機密情報が盗まれちまうって寸法さ。なんとも卑しいことを考えたもんだが、その価値が分かってる点だけは褒めてやろうかね。さて、この状況はあんたのせいとも言える。うちの警備を破ってくれた分、虎の子はきっちり守ってもらうよ。あなたのハンガーに無断での出撃が連続してしまいましたが、せっかくの機会です。引き続き私がサポートします。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。卑しい雇用ってとこに設置されたハッキングドローンを残らず破壊するんだ。エイブ、手早く対処しましょう。セキュリティ突破状況は今のところ 10%。 うちのファイアボールに対してこの速度、並列で5機ってところか。目標の破壊を確認。あと4機です。早速一つ潰したようだね。その調子で頼むよ。ガンダの技術が欲しいのは分かるが、やり方が面白くないね。衛星軌道からインフラ丸ごと引っこ抜くくらいの気概を見せてもらいたいもんだ。目標の破壊を確認。あと2機です。よし、そろそろカウンターの仕込みを始めようか。コヨーテスの連中はうちが開発した MT を使ってる。マーケットで売れ線なのさ。可愛い我が子が攻めてくるってのが、なんとも複雑な心境だよ。
した小遣い稼ぎのつもりだったが、野良犬を潰せるなら悪かねえ。コヨーテスも傭兵を雇ったみたいだね。歓迎してやりな、ビジター。よう、あの時は世話になったな。ラッキーパンチだったってことを証明してやる。くたばりな野良犬。機体の殲滅を確認。適正反応なし。あの迷彩、どこかで見た記憶がある。調べておく必要がありそうだね。レイブン、不明機体は暗号通信を行っていました。内容を解析できないか試しておきます。メイラムの依頼を確認して出撃したようだな。ルビコンにはきな臭い連中も多い。仕事を受けるときは用心しろ。ひとまずお前はそのまま表現を目指せ。着く頃には俺の野暮用も片付いているはずだ。レイブン、不明機体が行っていた暗号通信を解析しました。あなたをリリース計画の危険因子と。リリース計画とは一体。引き続きグリッド086を進行し、大陸間輸送用カーゴランチャーを目指します。カーラからは約束通り案内をするとの連絡が入っています。ローザーの言うことをどこまで信用していいかは分かりませんが、情報を得る意味でもまずは話に乗ってみましょう。ところでレイブン、彼女の二つの灰かぶりですが、これはルビコニアンの間でアイビスの火の生き残りを指す言葉になります。あの災害が起きたのは半世紀も前のこと。ドーザー特有のヨタ話の類でしょうか。メインシステム戦闘モード起動。始めるよビジター。伝えた通りだが案内は任せない。あんたには恩を売っておくのも悪くない。リフトで登った先はグリッドのてっぺん、外角に当たる区画だが、残念ながらそこは私らの縄張りじゃない。わかるかい？封鎖機構が衛星軌道から睨んでやがるのさ。ドーザーってのは総じて頭のネジが緩い。度胸試しに向かう奴もいたが、結果は察しさ。上層に到達しました。マーカー情報を送信します。カーラの言う通り、この高度は封鎖衛星の狙撃圏内になっているようです。立ち入り禁止区域への侵入者を検出。対象を排除します。封鎖機構の警備システムのようです。
あれです。コンテナにアクセスしてください。あとはあんたがそいつに乗り込んで。待ってください。適正反応。レイブン、ああ、あなたには見えているのですね。このルビコンを滞留するコーラルたちの声が。ウォルターの見立ては当たっています。コーラルはこの捨てられた極地のどこかに。621、中央表現に到達したようだな。俺の方も野暮用が片付いたところだ。アーキバスは別ルートで現地入りし、調査部隊を展開しようとしている。ベイラムもお前の先行調査を受け追いついてきたらしい。場所が変わっても企業たちのやることは同じだ。お前は
ればそれを利用しろ。レイブン、インテグレーションプログラムを調べていたところ、興味深いものを見つけました。どうやらオールマインドはまだ世に出ていない新型機体の情報も集めています。裏口は作っておきました。中身を覗いてみましょう、レイブン。レイブン、これはオールマインドが秘匿していたデータです。スティールヘイズホルデス、量産される機体ではなさそうですが、せっかくです、性能を見てみましょう。メインシステム戦闘モード起動。目標の撃破を確認しました。機動力に特化したピーキーな構成、乗り手を選びそうな機体でした。オールマインドは何を求めてここまで情報を集めているのでしょうか。記録に残されていた言葉も気になります。計画の第一条件とは一体。